子供は、親に守ってもらい、いろいろなことを教えてもらいながら育っていくよね。その親が、借金まみれだったとしたら、貧乏脱出のために様々な苦労をする一致に大人たちは、借金返済に奔走する一致に両親は何を思う？人生のやり直しはできる？できない？そんな悩みを持つあなたには、こんなスレッドをご紹介。人生をやり直したい、今から。まあ長くなるんだけど、ちょっとだけ聞いてくれ。手短に話せ。俺の家はすごく貧しかったんだ。それなのにやることは一丁前にあって俺ができたんだが、本当に貧しかった。理由は、親父の借金なんだけど、聞いた話だと1000万以上あったんだとよばかじゃね。で、電気とガスが止められるなんて日常茶飯事でさ、真冬なのに水風呂とかあるあるだったのよ。もうね、マジ多死ぬ寸前。なんで俺生きてるんだ、クラスの代物。そんで小学校で給食が出た時はマジ嬉しかったね。こんなもん食えるのかって毎日が楽しくてしょうがなかったよ。でもね、水とか止められる時もあってさ、同じ服着させられたり、汚いまんまだったりしてさ、もちろんいじめられました、しょうがないよね。でも学校だけは休んだことないんだ、飯食えるから。それでも毎日毎日先生に金のことを親に話せって言われるのが辛かった。ガキの俺でもわかった、我が家に金がないって。そんでさ、友達って言える友達なんてできないまま中学に行ったんだけど、ここでもひどかった。学ランなんて買えたもんじゃねえの。母ちゃんが誰かからもらってきたお下がりでさ。まあ、それも日常茶飯事だからどうでもよかったんだけど、いじめがエスカレートしたのと飯が食えなくなったのが一番辛かった。一致はいじめられる中で、貧乏を憎しみ、新聞屋さんでバイトをするために土下座して、やっとの思いで働けるようになったよ。中学生なのに毎日働いて、給料はすべて親に渡していたよ。でさ、いじめられてて思ったね。俺は貧乏になんてなりたくねえって、飯が食えない時思ったね。必ず三食寿司を食ってやるってね。それから新聞屋に土下座しに行ったよ。働かせてくれって、何件も何件も断られてやっとしぶしぶ承諾してくれた時は泣いたね。泣いてありがとうございますって何度も何度も頭下げたよ。それから毎日働いた。にものぐるい。初めてもらった給料は、6万程度、全部親に渡したよ。両親泣いてたね。そんですっげえ謝ってたわ。正直、どうでもよかったんだけどね。照れ隠しとかそういうんじゃなくて、実際早くこの貧乏生活から抜け出したかっただけだから。それでもクソ親父はちょっとしか働かないんだけどね。まあ、それもどうでもよかった。ガキの頃から見慣れて感覚が麻痺してたしね。でさ、中学卒業までその新聞屋でバイトして、全額親に渡してその度に謝られての繰り返し、それでも俺の昼食はパンとコーヒー牛乳なんだけどね、ひどい時はやっぱりなし、何も変わったもんじゃねえの。でもね、絶対に学校はサボらなかった。どんなに眠くなる授業でも必死でボロッボロのノートに書いて必死に理解しようとしてた。周りの奴らに貧乏だからってバカにされたくないのと同じように、頭が悪いって言われたくなかった。必死で勉強して、必死で働いて、てめえらがヘラヘラ笑ってる間に俺は絶対貧乏な生活からおさらばして、普通に過ごしてやるってもうかなり必死だったね。友達なんていなかったからね。一致は中3になり、同級生と同じように高校に行くんだと思っていたよ。だけど親父は。でさ、中学も卒業間近になってさ、進路どうしようとか思ってたわけ。俺の頭の中だと、いい高校行って、いい大学行ってエリートまっしぐらって妄想ね。でも現実は常に非常なのよ。ある日、親にどうしようか相談した時さ、クソ親父は黙って出て行って、母ちゃんは泣きっぱなし、何わけわかんないんですけど、うっぺとか思ってたらクソ親父が隣の部屋から、すまないが、働いてくれないか。だっておふざけんなよバカ。てめえが働けよう、なんて言えなかったんだけどね。俺は黙ってはいとしか言えなかったよ。ふざけた世の中だと心底思ったね。所詮貧乏の家に生まれた子は幸せなんてつかめないって。本気でそう思ったねあの時は。高校進学を諦めざるを得なかった一致は最初の会社に就職するよ。でさ、大した思い出もない中学卒業して、初めて働いたところがクズ鉄集めて売るところ。クソ重い鉄板とかいろいろ運ぶの。それでも必死で働いたよ。絶対、こっからでかくなってやるって野心だと思う。まあ、多分、絶対貧乏から抜け出してやるってのが正解かな。それでも必死に朝から夕方まで働いたのに、初任94万くらいだったよ。全部親に渡してたけどね。お前、偉いな。それから2年くらいそこで働かせてもらったけど、ある日そこの社長さんから、悪いけど今月で最後でいいか。だってよう分かりましたとしか言えねえようばっかじゃねえの。必死でやっても最後は切り捨てられるんだよ。マジ絶望した。ほんと、これまで生きてて一番絶望した。これからどうやって生きていくんだよとか、マジホームレスになるくらいなら多品でやろうとか思ったわ。でも、そこの社長さんがいい人で助かった。
代わりの仕事用意しててくれたんだ。それ知った時本当に涙出たね。あの時ほど、人の善意に感謝したことはねえな。それでさ、その社長さんが紹介してくれた仕事が、部品作る工場だったのよ。でもね、小さいのう、俺なんて雇える金あるのか、ってくらい。それでもちゃんと雇ってくれたよ。ありがたいことこの上ないが、正直大丈夫なのか、って不安でいっぱいだったわ。それに道具使う仕事は初めてだったし、最初は簡単な仕事でナットにペンキぶっかける作業だったわ。それから溶接教えてもらったり、穴を整えてちゃんとしたナットを作ったり、ボルトとかいう棒に溝作ること教えてもらったり、図面の見方とか教えてもらったりしてさ、本当にそこの人たちも優しかった。俺は前の仕事でもそうだし、新聞屋の仕事でも自分が貧乏なんて一言も言わなかったから、というか変な道場で雇われるのが嫌だったからな。そういう要素を知らないのに優しいって、これは本当に人の思いやりって嬉しいもんだって心底思ったわ。それからそこでも3年ちょい働かせてもらった。まあ、だいたい察しがつくと思うが案の定リストラ。悪い、今月でちょっと辞めてもらえんかな。だっておう。ええ、だいたいわかっておりましたよ。何せ3ヶ月くらい仕事が来てませんでしたからねー。そりゃ俺みたいなガキいくら切り捨てても代わりがいますもんねー。わかってます、しょうがないです。世の中そうやってできてますもんね。まあ、そこの人もすごい優しかった。俺が辞めさせられるって知ってからさ。いろいろな人に掛け合って俺を雇ってもらうように頼んでた。すっげえ、マジ思いやりすげえ。ま、それ知った時は涙でまくリングだったけどね。こんなガキ一人のためにみんな必死で次行くところ探してくれてるってそれだけでびっくりなのに、ここより良い待遇とか給料いいところとか探そうとしてんのマジ？俺、泣いてばっかだけど本当にうわんうわん泣いたよ。でさ、そこの人たちが一生懸命探してくれたおかげで、ボードとかいう板張る仕事もらったのよ。ほんと、あの工場出る時もありがとうございましたとしか言えねえ。泣きながらそう言ってたらみんな頑張れよとか負けるなよとか体に気をつけてねとか。何に頑張るんだよ、何に勝つんだよ、体なんてどうでもいいだろう。もう涙腺ぶっ壊れてるんじゃねってくらい泣いたわ。もう泣きすぎだと思うだろうけど、本当に泣きまくり。それから、そのボードを貼る仕事に就いたんだけど、これまた俺が知らない道具使う仕事なのよ。まあ、またまたいろいろ。そこの人たちに教えてもらったんだけど、イッチは大変な思いをして、リストラされても社長さんや周りの人に、助けてもらって感謝することができているよね。そんなイッチを見てスレミンは、なんかう、子みたいな俺より幸せなんじゃないのかと思えてきた。でさ、そのボード貼る仕事してから1年くらいしてさ、ある日家に帰ったら、親父と母ちゃんが言い争ってるの。いつも俺が帰ると、無口になって夜な夜な言い争いしてるのに、その時はいつもと違ってずっとだから、何事かと思って様子見に行ったらさ、クソ親父がギャンブルで金を使ったらしいのよ。まあ、そんなこといつものことだし、使ったって月の返済額から超過した分だし、困るのはてめえ自身だから、何も思ってなかったんだけど親父が。あのクソガキが働いてるんだから別にいいだろバカ。俺は働かないんじゃない。あいつが働くから働かないんだ。あいつが、でも俺は困らないし、勝手に稼いだ金渡してるのはあいつだ。俺がもらった金でどうしようとかってだろ。勝手に渡す、勝手に使う別にいいだろうが。このセリフだけは何年経とうが俺がんのうがあのクソ親父がんのうが世界が滅亡しようが絶対に忘れない。これに忘れみんもドン引き。親父から最悪の言葉を聞いて、イッチは今までにないほどの怒りを感じたようだよ。人生で多分一番キレた。親父に呆れてあんな奴にはんでもなりたくないって思ってたけど本当に頭にきた。自分の親だとか、一応育ててもらってるとか、借金返し終われば普通の人になるとか、そういうこと考えてたけど、一瞬で全部吹っ飛んだよ。何も考えずに部屋入ってボッコボコにしたよ。ああ、今でも悪いなんてみじんも思ってねえ。前歯折れようが鼻が折れようが腕が折れようがこう、してやろうってくらい殴りまくった。拳が血だらけになっても、痛みがなくなっても殴ってたわ。そのうち俺は、近所の人が通報したであろう警察に連行され、取り調べられた。別にどうでもよかった。もうどうでもよかった。何もかもどうでもよくなってしまった一致は自暴自棄になってしまうよ。本当にどうでもよかった。いっそこのまま、誰かこ、視点刑にでもなってやろうかとか考えてたわ。所詮、本当の地獄から天国へなんて行けるはずなんてなかったんだなってさ。どんなに頑張っても、どんなに必死になろうと、どんなに自分の良心を恨んでも、生まれたところから進めないんだわな。本気でそう思ったわ。それから母親が引き取りに来て、親父の見舞い行った時、親父が泣きながら謝ってた、正直うざい？ねよ。ボード貼る仕事もやめてくれって言われた、もうどうでもいい？んだって本当に悲しむのは、この親二人だけ。
ならいっそ、異能か、そんな風に考えてた時期がありました。それから必死こいて仕事先探したよ。必死になっても、何しても何にもならない、って思ってたけど。何もしないで不満を言うな、何事も何かしてから不満を口にしろ。小学校の先生が言ってた。だから、俺は必死になったよ。正直、変わらないかもしれないけど、何もしてないよりは、何かした方がいいって思ったから。でもな、知ってるか？中卒だと、履歴書さえ、まともに見てくれないらしいぜ。何十、何百って今まで落とされたよ。それでも一握りくらいしか仕事にありつけねえ。引っ越しや、コンビニ、カラオケや、土方、いろいろ点々としまくったわ。だいたい全部4ヶ月くらいで交代させられるわ。それまで稼いだのは、ほぼ全部母親に渡したけどな。そんな生活してたらさ、ある日手紙が届いたのよ。差出人は、一番最初のクズ鉄売る仕事の社長さん。手紙には元気かとか、仕事うまくいってるかとか、今何してるとかいろいろ、最後に電話番号が書かれてた。俺は迷わず電話したね。いろいろ話したいこととか山ほどあった。友達なんていねえし、話する相手もいねえからかな。もうすぐに電話したね。社長さんは相変わらずの人だった。俺のこと心配しててさ。電話口なのに泣いたよ。俺本当に泣き虫だな、俺。まあ、仕事のこと聞かれて、バイトばっかって言ったらさ、仕事紹介してやるとか言われたのよ。ちょマジでとか思ったけど、さすがに、何度もって言っても一回だけど、その一回だけで十分すぎたし。すっげえ、申し訳なかったから断ろうとしたんだけど、いいからいいからって言葉で、仕事を紹介してもらった。もうね、推しに弱い。てかまあ、嬉しいけど。迷惑かけてるんじゃないかなって、すっげえ不安だったよ。社長さんいい人だな。そんで、社長さんから紹介してもらった仕事が、番頭？番頭だかっていうまあ、いろいろ連絡取ったりする仕事。何していいかわからなかったけど、そこの人たちも優しくて一から全部教えてくれた。もう一回だけ、もう一回だけなら頑張れるって言い聞かせて、必死で仕事しまくったよ。必死っつうかもう本当に、仕事大好きですって感じで。やりまくって体壊そうが、ストレスで陰茎脱毛症になろうが、必死でやったよ。でさ、1年半くらいして仕事も覚えた頃に、親にいつものように金を渡そうとしたら。ごめんね、もうそれは受け取れないよ。だってよ、なんだそれ、さっさと借金返せよバカ。そしたらさ、クソ親父がよ。今まで苦労かけてすまなかった、これは自分のために使ってくれ。だってよ、正直戸惑ったわ。今まで必死に借金を返済することしか頭になかったから、自分で使えとか、正直どう使ってよいかわからねえ。どうすんの？これ？って感じ。必死すぎてわかんなくなったわ。何のために生きてるかさえ。とりあえず金は全額自分の口座に振り込んでおいた。それから、金は最低限しか出さずに、ずっと通帳に溜まった。別に溜まったって嬉しくもなんともねえ。それに何をするのも自由ったって俺は遅すぎたんだよ。何も使わずに金だけが溜まり、それでも俺は仕事を続けた。何のためかわからない。でも続けた。それから1年半して、俺はやっと一人暮らしをした。初めてすぎて何から何までわからなかったのに、一人暮らしってどうすればいいんですか？って、前の社長さんに聞いたら、手続きの方法とか、電気流す方法とか、いろいろ教えてくれた。マジ感謝してもし尽くせねえ。そんで、初めてテレビとか冷蔵庫とか、必要なものやいらないものまで買った。主にスーパーファミコンとか、マジゲーム機とか初めてなんですけど、ドラクエも面白すぎなんすけど、前作がやりたくなって買い漁ったりしたわ。それでも仕事が忙しくなったりして、やれなかったりしたけど、車の免許とか、あと携帯も買ったんだぜ。すごくね。それでも、すぐに使い道がなくなった。何買おう何買おうって思っても、必要ないものばっか。飯作るために食材買うだけ。あとは勝手に口座から引かれて残ったのが貯まる簡単な仕組みだろ。それが嫌だったのか、それとも俺が生きる意味がなくなったのか。俺は封筒20万ほど入れて毎月、実家のポストに入れておいた。毎月毎月入れてた。金は少ししか貯まらなくなった。もともとそんなに使わないし。それからしばらくして、親からの手紙が届いたんだ。こうして一致は一般的とも言える生活を手にしたよ。でも、実家にお金を渡すことは続けていたようだね。そしてその親からの手紙が届く。手紙には小さくごめんなさい、ありがとうっていう字と大きくありがとう〇〇。でもこのお金はできれば自分のために使ってほしい。遅いかもしれないけど、自分自身のために使ってほしい。今まで何もできなかったし、何もしなかった俺だけど、ひどいことも言ったし殴られたけど。俺はお前の幸せを願ってるよごめんなさい、ありがとう。って書かれてた。謝罪も感謝もいらないはずなのに、涙が出た。なぜだか今でもわからないけど。その手紙が来た後もずっと、実家のポストに金を入れてた。
習慣っていうか、もう、それしか俺が生きてる意味が、ない気がしたから。それから今の時代生きるにはパソコンが必要なんだぞって先輩に言われて買った。ほぼ遊ぶ道具になり下がった。小説とか買ってみた、ドリームキャッチャーが面白かった。ゲーセンに初めて先輩と言った、うるさいだけだった。そしてしばらく経って親が俺に会いに来た。面と向かって会うのは久しぶりだ。クソ親父はあの頃のやつとは同一人物と思えないほどビシッとしてた。酒に溺れてギャンブルに走り、俺にボッコボコにされたやつには見えない。鼻がちょっと曲がってるところを見ると、俺が悲しくなる母ちゃんは前よりだいぶ顔色が良くなってた。昔は青ざめて、今にも貧血でぶっ倒れそうな顔だったのに。両親は俺にありがとうと言って金を渡してきた。何のつもりだ。聞けば借金を完済し、そのなんだっけ、なんだか忘れたけど余ったかなんか超過分高で、戻ってきたのを返すんだとよ。クソ親父がまともに社会復帰して嬉しいが金は嬉しくなかった後。悪かった、お前には迷惑かけすぎだったが、これからはもう大丈夫だ、すまなかった。だってよ、涙が出たお、なんだよクソ、何に使えばいいんだよ。両親が飯でも食いに行こうと誘ってくれたが俺は仕事が残ってると嘘をついて家に残り、目の前にある多分100万くらいあるであろう札束を見て、なぜか悲しくなり泣いた。わけわかんねえ。久々に会った親父はまともに働くようになり、母ちゃんの顔色は良くなっていて、一致は嬉しかった。でも、一致はこれからどうしたらいいかわからなくなってしまった。これを大好きなドラクエで例えるとだ。ミルドラでも何でも倒して世界が平和になっておしまい、限りなくハッピーエンドだ。その次は、ハッピーエンドになった後どうなるよ、何していいのよ、何をすればいいのよ、そんな感じで悶々を答えを見つけられずに、ただ仕事ばかりしていた。何のために生きてるの、生きる意味がないんですけど、こんな感じだわ。夢、借金完済。目標、借金完済。見事達成されました、おめでとうで、しばらく、というか何ヶ月も考えて、前の社長さんに相談した。社長さんは真剣に俺の話を聞いてくれた。俺が借金まみれの家に生まれて、新聞屋でバイトして、その後社長さんや紹介してもらったところへ行って、さらに紹介してもらったところへ行き、親父を殴り飛ばしバイトを転々とし、紹介してもらった仕事をして、借金を完済したこと、何をしていいかわからないこと、全部話した。話を終えたら泣いてた、社長さんは俺が泣き終わるのを待って話してくれた。借金のことを知ってたということ。でも、ガキだからすぐに切ろうと思ってたこと。それでも死ぬもの狂いで働いて、絶対に投げなかったからって理由で、今まで付き合ってくれたこと。そして最後に、お前が今何をしたいかはわからん。だけど、やりたいことがないのなら、中学から高校に上がってもいいんじゃないかな。と、俺は人生をやり直すと心に決めた。一人だけ20後半の人だとかそんなの関係ない。止まった時間を取り戻したかった。取り戻して、大学まで行って、それからわからないけど取り返したかった。まあ、正直、今の仕事辞めてまでやり直す価値があるのかとか思った。でもやり直したかった。いじめられただけの学校生活だったけど、俺は今も負け組だけど、勝ち組になりたいわけじゃないんだ。せめて、普通に学校に行きたかった、それだけ、だと思う。今、俺が言えるのはこれだけ。本当にやり直せるとか思ってないけど、やり直しが効かないかもしれないけど、勉強したいし、友達ってのを作ってみたい。だから俺は再出発しようと思うんだ。ありがとう俺の話を聞いてくれて。今から間に合うかどうかわからないけど、やれるところまでやろうと思う。本当にありがとう。なんというハッピーエンド。感動した。仕事は辞めない方がいいと思います。何かをするのには中途半端じゃいけないと思う。感動しました、ありがとう。仕事しながら定時制の高校に通ってみてはどうですか？年齢もばらつきがあるようだから、差別とか受けず、いい友達できるかも。まあでも199の言うように、定時制ってのもありだけど、再出発なんだから何にもなしの方がいいかなってさ。ドラクエだって5のデータ6に引き継がないだろ？そんな感じ。付き合ってくれてありがとうお前ら、俺は苦労しっぱなしだったけどお前らはいらん苦労はすんなよ。じゃ、おやすみ。20後半で高校行くって言うと反論するやついそうだけど、俺は行くべきだと思うな。学歴云々ではなく気持ちが前に向かなくなるだろうし、ガチだと思うと今の俺が恥ずかしい。新しい人生、頑張ってください。機能不全家族の元で育った一致は、家計を助けることで家族とのつながりを保とうとしていたのかもしれないね。人の優しさに素直に感謝できる一致だから、新しい道でもやっていけると思うよ。頑張れ一致。このチャンネルでは、毎日涙がポロッとこぼれる感動する動画を配信しているよ。少しでも感動したらいいねとチャンネル登録してね。